古典朗読「平家物語」「祇園少女の鐘の声」で始まる平家物語は鎌倉時代に成立した軍記物語で盲目の琵琶法師たちによって語り広められました平安時代末期に栄華を極めた平清盛を棟梁とする平家一門しかし 中央政治を欲しいままにし後白河法皇と対立したことで衰退していた源氏、源頼朝や木曽義仲たちの挙兵を招き壇ノ浦を最後とする幾多の合戦の末に兵士は滅亡へと至ります平安から鎌倉へ貴族社会から武家社会へと日本の歴史を大きく動かした出来事を歌った 一代女子誌尾崎志郎の軽快な語り口による現代語訳平家物語どうぞお楽しみください尾崎志郎作現代語訳平家物語女言葉祇園少女 祇園少女の鐘の声諸行無常の響きありシャラ僧寿の花の色少女必須の断りを表すおれる人も久しからずただ春の世の夢のごとしけき者もついには滅びぬひとえに風の前の塵に同じ 第一巻二十四年の長きにわたってその権勢を欲しいままにし「平家にあらざるは人にあらず」とまで豪語した兵士ももとはといえばその系譜を尋ねるとまず遠く遡って桓武天皇の第五皇子一本式武行 カズラハラの親王という人物が、その先祖にあたるらしい。カズラハラの親王の孫にあたる高持の王は、藤原氏の先生に嫌気がさし、無意無感のまま虚しく世を去った父の真似はしたくないと言って、親戚に降下し、中央の乱脈な政治を見限って、もっぱら地方で武芸を磨いてきた。 その子義から政まで六代、諸国の頭領として私腹を肥やす傍わら部門の名を次第にとどろかしていったのである。政森は白河法皇に仕えて信任を得その子忠盛は鳥羽院に取り入ってそれぞれ徐々に勢力を拡張していった。といっても高々頭領職にある身では。 とても昇殿を許されるというところまではいかない当時にあっては昇殿を許され天上人と親しく交わることが及びもつかない栄誉であったからこの律儀で賢い田舎武士忠盛の心に昇殿を望む気持ちが頭をもたげてきたのは当然の話である「天上の闇討ち」 昔の権力者は地位が安定してくるとやたらにお寺とかお墓とかを建てる習慣があったらしい。人力では及びのつかない神仏の加護を借りて権力の座にいつまでもとどまることを願うという真理に基づくものである。トバインも金三33元の御堂を建てたがっていた。 これが忠盛の尽力で完成した時は大変な喜びようだったといわれるその時備前の神だった忠盛は田島の国の国司に任ぜられその上あんなに待ち望んでいた昇殿を初めて許された時に忠盛は三十六歳の男盛りその感激はまたひとしおであった ところがここに意外なところから反対運動が盛り上がってきたそれは今までさしたるライバルもなくのんきにあてがいぶちに満足していた苦行たちであるどうもあの男はただのネズミではない今のうちに始末しておかないととんだことになるぞ応用な苦行の中にも 敏感に頭の働く男がいたようであるそれが事の始まりで天正元年の11月23日豊明の世知恵の煩雑さに紛れてやっつけてしまおうという計画がいつか出来上がってしまった一方忠盛の方も面白くない胸の内をお世辞笑いに紛らしている苦行の気持ちが手に取るようにわかるから こいつは今に何か面倒なことがあるなと思っていたともかく計画というものは大方どこからか情報が漏れてくるものだがおそらくはただ森ほどの男だから密定の一人や二人は忍び込ませていたに違いない事前に計画は筒抜けになったもちろんこういう挑戦を聞いては ももとと武士の生まれで武器を取っては後れを取らない忠盛のことだから内心はむしろ臆悟縁でいたのかもしれないがまあ本職の武士が遊び人風情の苦行なんかにやられたとあっては直れだし第一近頃目をかけてくれているトバイ院だってがっかりしちまうだろう武骨者にしては用意周到な知恵者でもあった忠盛は 何を思ったかわざわざ刀を小脇に抱えて散大した戦場で鍛え上げた忠盛の目は宮中の薄暗いところでかすかに人の気配のするのを敏感に感じ取った彼はやおら刀を抜き放つとビュンビュンと振り回したからたまらない大体が臆病者ぞろいの苦行たちは 闇夜にひらめく一閃のすさまじさにかえって生きた心地もなく呆然と見ていただけであった主人が大胆な男だから家来の方もまたつぶよりだ左兵衛の城平の家定という男は仮絹の下にご丁寧にも鎧までつけて宮中の奥庭に伝とみこしを据えて動かないクランドの塔の者が 目障りだからどいてくれというとこっちは待ってましたとばかり「どうも今夜あたり闇討ちがあるって話ですね」「やっぱり主人の死に際は見ておきたいからね」とシャーシャーと答えたまま平気な顔をしていたというここまではっきり言われてはどうにも仕方がない闇討ち計画は自然 おじゃんになってしまったやがてせちえがにぎやかに始まると忠森も鳥羽院に促されて舞を舞い始めた武芸に優れ度胸満点の忠盛も舞の方はあまりえ手ではないそれにこの人は生まれつきの菅目である菅目の踊りはどうひいき目に見ても あまり優美ではなかったろうそれを公行たちは喜んだ日頃の鬱憤を晴らすのはこの時とばかりに林やしてる「伊勢平氏はすがめ伊勢平氏はすがめ」がめこの単純な言葉の中には忠盛の自尊心を恐ろしく傷つけるものがあった伊勢はもともと平氏の本拠である ここはまた陶器の産地であって兵士や巣亀目が作られる今は昇殿も許され天井人にごして舞う見ながら元はといえばお前なんか伊勢の田舎者じゃないか引っ込め引っ込めというわけなのであるさすがに忠盛もこの意地悪な苦行どもの相手が煩わしくなってきて 刀を殿模寮に預けると、さっさと帰ってきてしまった。ところで腹の虫の収まらないのは苦行たちである。闇討ちはばれてしまうし、せっかく酒の魚にして万座で恥をかかせようと思うと、とっとと帰ってしまうし、このまま引き下がるのは何としても強腹である。するとその一人が、 せちえの番に刀を持ってくるというのは不見識極まると言い出したまったくだ第一あいつは武装兵のおともまで連れていたんだぞこりゃ明らかに法律違反じゃないのかな理由さえつけばでっち上げはお手のものである早速代表者が鳥羽院のところへ訴えてきた 呼び出しが来てもしかし忠盛は慌てなかったむしろ今来るか今来るかと待っていたところである心配そうな鳥羽院やザマあみやがれとでも言った苦行たちを尻目にかけて彼の弁舌は爽やかであったどうも私の知らないうちに家の者が勝手に何かしたらしいですな何か不穏な噂でも聞き込んで 心配してきたんじゃないかと思っています。もしなんなら呼び出しましょうか。どうも近頃の若い者は気が早くて困りますよ。何刀ああ、あれは殿も寮の人に渡したはずですよ。とにかく中を見てから文句は聞かせていただきましょう。こういった調子である。 ところで問題の刀が提出されてみて苦行たちはあっと驚いた中には銀箔を塗った木刀が霊々しく黒塗りの鞘に収まっていたのである鈴木任平三年正月忠盛は 五十八歳で死に息子の清盛が後を継いだ清盛は父親にも増して才覚なみなみならぬ抜け目のない男だったらしい保元・平治の乱と権力者の内紛におちょっかいを出しながら自分の自保は着々と固めていってさて皆が気がついた自分には十一位 太上大臣平清盛という男が出来上がっていた異例のスピード出世というところであるこの時代は成功も失敗も一様に神仏に結びつけたがる傾向があった兵士の繁盛ぶりを見てこれは熊野権現のご加護だと誰からとなく言い出したところがこの噂の出どころは 実は清盛なのである伊勢から熊野へ渡る航海の途中鈴木が清盛の船の中に飛び込んできた乗り合わせていた案内人はこの時とばかり「こりゃめでたい熊野権現のおしるしですぜ」とお世辞を言ったもちろん清盛は心中でにやりとしたが そこは神妙な顔で「うんわしが昔読んだ書物に天下を平定した州の武王の船にも白魚が踊り込んできたとかいう話があったのを覚えてるよとにかくめでたいことだからこいつをみんなで食おうじゃないか」と言った清盛の脳の巡りの良さも知らず乗船の一度恐怖く感激して 一切れの魚を味わったに違いない予想通りこの話が巷またに伝えられて熊野権現加護説を生み出したのだからまさに清盛の思う壺だったと言うべきであるカブロ清盛は51歳の時出家し上海と名乗った。 大病にかかったのがきっかけでさしもの彼も少しばかり気が弱くなったらしいしかしたちまち病は全開彼はつるつる頭をなでながらまだ当分生きられるぞと言ってほくそえんだとにかく平家一族の繁栄ぶりはちょっと類がなかったかつての名門の貴族たちにしても 今ではまともに顔を合わせられないありさまである。平家にあらずんば人にあらずといった言葉もむしろ当然のように迎えられたし六原風といえば猫も借子も右へ習えで烏帽子の織り方やら着付けの仕方まで皆が平家一族を真似するのである。こういった平氏の戦後に対して 不満の声のない方が不思議なくらいなのだがそこはそれ万事卒のない清盛入道は言論弾圧の機関もちゃんと用意していたいわゆる平家直属の秘密警察ともいえるこの一帯の正体は十四五の少年部隊である髪をおかっぱに赤いひたたれを着たカブロと呼ばれる面々はまちまちの角角で ちょっとした噂話にさえ聞き耳を立てていた一言でも平家の悪口なぞ言おうものなら立ちどころに家財没収強制収容の浮き目に遭う今はただ目を閉じ耳を押さえ口を塞いで人々は黙々と平家の命に従うばかりであるそれを良いことにして カブロたちは今日の町々を我が物顔に歩き回る。今日の愚連隊どころではない。絶対の権力を背景にしているだけに、それはもっと始末の悪いものだったに違いない。一門の映画。平家一族は、 好位交換の兼職を欲しいままにし始めた。ちょっと見回しただけでも、長男重森は内大臣兼左大将、次男宗森は中納言右大将、三男智森が三味の中将、孫のこれ森が四位の少将、といった具合である。 このほかに数え上げればきりがないくらいで三儀大中納言三味以上の苦行十六人天井人三十四人各地の地方官がざっと六十何人という盛況だった清盛は息子のほかに八人の娘を持っていたがこれまたそろいもそろって検問危険に縁づいている。 すなわち、火山の院左大臣の奥方。剣霊門院と言われた安徳天皇の聖母。六条の摂政、藤原元真の奥方で、白川殿と呼ばれた人。普賢寺藤原元道夫人。霊勢の大納言夫人。七条首里大夫夫人。今一人は白川法王の女吾で、最後は、 老の御方と呼ばれる火山の院の上老であった義王当時京都には「義王義女」と呼ばれる白拍子のひときわ衆に抜きんでた姉妹があったその母も都司と呼ばれ昔白拍子であった清盛が目をつけたのは 姉の義王で、片時もそばを離さずに長愛していた。おかげで母親も妹も家を建ててもらったり、人にちやほやされて、結構な暮らしをしていた。白拍子というのは、鳥羽天皇の時代に、断層の霊人が水管・立て干しで舞いを舞ったのが始まりとされているが、それがいつか、 水管だけをつけて踊る舞姫たちを白拍子と呼ぶようになったのである今日の白拍子たちは玉の腰に乗った同性の幸福を羨んだり妬んだり中にはせめてその幸せにあやかりたいものと義王の「義をとって「義一」「義次などと名前を変えるものまで出るほどの評判であったその間にも 月日いつか過ぎて3年ばかりたった頃加賀の国の生まれだと名乗る一人の年若い白拍子が彗星のように現れた「仏」という変わった名前を持つまだ16歳の裏若い乙女であったこの娘の舞を見た者は優雅な死体とさすて引く手の巧みさに魅せられて 幾同音にその素晴らしさを褒めたたえるのでたちまち今日の町の人気をかっさらってしまったポットでの田舎娘がこれほどの成功を勝ち得たのだから満足してもよさそうなものなのに欲望と野心は再現のないものである仏は自分を天下人である清盛に見てもらいたいと言い出したのである 私の名もこれほど宣伝されてるし清盛様だって噂ぐらい聞いてるはずなのに一度も呼ぼうとしないんだから待ってたってしようがないわどうせ私たちは芸人で芸を売るのが商売なんだから押しかけたって構うものですか若いだけに度胸がいい思い立つと仏は早速紹介状もなしに。 清盛の屋敷へやってきたのである。今をときめく人気スターの訪問に、家来の方が喜んでしまった。今評判の仏御前が参りました。と、いそいそと清盛に取り次いだ。何、仏清盛だって名前ぐらいはとっくに耳に入っているくせに、どこの仏が来たと言わんばかりの、 意地の悪い顔つきで家来をにらみ据えたそれが例の人気者の白拍子仏御前のことでして馬鹿者目が清盛は大喝したどこの仏か神か知らないが呼ばれもしないでのこのこやってくるとは何たる身の程知らずの女だ第一この清盛にはれっきとした義王という白拍子がいるのを知らんことはないだろう とにかくそういうおし売うりみたいなやつには用はないんだとっととおいだしてしまえつむじをまげたらてこでもきかないという清盛が頭に湯気を立てておこっているのだから家来もおどろいて青くなって出ていってしまったそばで終始清盛のはらだちをハラハラしながら見ていた義王は元来が気質のやさしい女である。 興奮の静まるのを待って、それとなく鳥なしにかかった。そんなに私のことを大事にしていただきまして、なんとお礼も申しようもないくらいですけど、でもね、芸人なんてものは売り込みが出世の第一なんですからね。それに、聞けばまだ若い子らしいし、なんだか私も昔を思い出しちゃって身につまされてきますわ。 ちょっとでも会ってやるだけでいいじゃありませんかあれじゃあまり身も蓋もありませんわもう一度思い直してくださいません興奮が冷めてみると清盛にしてもあまり大人げないやり方でちょっと恥ずかしい気がしないでもないその上可かわいいにやんわりくどかれればそこはそれ男の弱みで 強いて反対もできないものらしい。屋敷を出ようとしていた仏はたちまち呼び返されて清盛の前に連れてこられた。会ってみると何せ今をときめく白拍子である。年は若いし器量は良いしその上持ち前の度胸の良さで清盛の前に出てもハキハキと受け答えする様子がいかにもはつらつとしていて。 かつてない新鮮な色気を感じさせる「今ようでも歌ってみろ」と言われれば「殿に会えたうれしさに私の命も伸びるでしょう」と臆する色もなく受け答えをしてからめでたい歌を口ずさむ機転のよさに清盛の気持ちもしだいに和やかになってきた「歌がうまいのなら」 舞うのもうまそうだな一つ見せてくれないかおいこら誰か鼓討ちを呼べさっきの怒りもどこへやらいつか一座は陽気なざわめきに満たされていった仏の舞姿は一段とまた見事であったあでやかな姿形豊かな声量巧みな歌いっぷりに いつか清盛の目は仏に釘付けになっている。人差し舞い終わった時仏を見てほっとわりに帰った清盛は門前払いを食わせたことなどとうの昔に忘れたように仏の袖をらえて口説き出すのである。予想以上の上手日はうれしいけれどさすがに仏もそれほど高眼無知な女ではなかった。 いいいえ、それはいけません。とにかく私は義王様がいらっしゃらなければお目通りもできなかったんですものそればかりはいくら私だって恥ずかしくて仏の拒否にあって清盛の執着は一層募ってきた何もそんな遠慮することはないではないかだがなお前が義王のいるためにそういうことを言い出すんだったら 義用を首にしちまえばいいんだろうそうだそれがいいとんでもない清盛のとっさの思いつきに仏は一層驚いた一緒にご調和愛を受けるのさえ気が引けるというのにそんな恩人を追い出して私が居座るなんてことがどうしてできましょうとにかく今日のところはこのまま返してくださいいやわしはお前が一目で好きになったんだ どうあってもお前はわしのものにする。それより義王なんだまだそんなところにうろうろしよってお前は早くあっちへ行け清盛はその場を去ることもならず目のやり場に困って隅にかしこまっている義王に情け容赦のない言葉を浴びせかけた。 もともと気の変わりやすい清盛のもとに奉公して、いつかはこういう目にも会おうかと、折につけては想像していたものの、あまりにも早くやってきた破局の意外さに、義王は言葉もなく涙ぐむばかりである。思い立ったら赤子よりも始末の悪い清盛のことだから、口答えなどはしたくともできず、義王は三年の間慣れ親しんだ。 西八条の住居に別れを告げたのであった別れる時義王は今の障子に一種の歌を書きつけた「燃えいずるもかかるも同じ延べの草いずれか秋に泡で発べき今は得意絶頂の仏様あなただって いつ何時私みたいなことにはなりかねないものかもしれませんよそれは義園の精一杯の無言の講義だったのである義園が西八条から離れたことはたちまち京都中に知れ渡った毎月欠かさず母のもとに送られてきた手当金もぱったり途絶えた そして今は仏御前の親類縁者たちが莫大な仕送りで生活しているという噂が広がっていた清盛の長期であった間は高値の花よと諦めていた義王がひとたび死生の人間になるとあっちこっちから口がかかってきたしかし義王はもう二度と人の重いものにはなりたくはなかった 清盛の屋敷で受けた手痛いショックはかつての陽気で明るい義王の性格をすっかり変えてしまったのである義王は毎日外に出ずうちにひっそりとして暮らしていたその年も暮れて春になったある日清盛のところから使いがやって来た近頃どうしている 仏がどうも退屈してるらしいから、慰めに来てくれ。という虫のいい文句である。今更返事をするのも尺だから、ほったらかしておくと。なぜ返事をしないのだ。来るか来ないかはっきりしたらどうなんだ。そっちがその気なら、こっちにも考えがあるぞ。と、今度は重ねて脅迫めいた伝言の仕方である。 どんな残酷なこともしかねない清盛の気象を知っている母親は気が気ではなかった。なんとか返事したらどうなんだいあの様子じゃお前、どんなことをされるかわからないよ。母はそれとなく、西八条へ行くことを進める様子である。でもね、お母さん。考えてもごらんなさい。行くならば行くって言いますよ。行かないのに。 行きませんなんてはっきり言えるものですか。どっちにしたって田舎に追放か、それとも殺されるか。私はもうどうなったって構わないんです。おめおめあの人の前に出ることと比べたら、その方がまたずっとましですわ。お前の気持ちはよくわかるけどね。今の世の世中で、 あの方に反抗して、一体どんな利益があると思う第一、男女の問題なんてものは、千年も万年もって具合に行くもんじゃない。お前なんか、三年間可愛がっていただいただけでも大したものと思わなくちゃ。それに、若いお前は、田舎のあばら屋でも我慢もできるだろうが、私は、 どうしても都を離れたくないのだよ涙ながらに書きくどく母の言葉には逆らうすべもなく義王はいやいや妹と他の二人の白拍子と連れ立って西八条に出かけていったその日義王の通された席は以前とは段違いの末席である 悪いこと一つしたわけでもないのに暇を出されておまけに席まで落とされるなんてあんまりだわ今にも涙ぐみそうになるのをぐっとこらえている義王の様子に仏御前の方が胸がいっぱいになってきたあんな末席にお通ししなくたって元はここがあの方の場所だったところなんですよあの方を ここへおよびなすったら、と言ったが清盛は知らん顔である仏御前はいたたまれず席を外してしまったすると清盛は祇王に「今までどうしていたんだ何しろ仏が退屈しおって寂しがるからなまあ歌ったり踊ったりして慰めてやってくれよ」。の言葉に、 義用は口惜しさが胸にこみ上げてきたがじっとこらえて歌い出した「仏も昔は凡夫なり我らもついには仏なりいずれも仏性をぐせる身を隔つるのみこそ悲しけれ」俗用にことよせて 切々と歌い続ける祇王の姿は波いる人の涙をそそるものがあった清盛も少しは気の毒に思ったらしくねぎらいの言葉を与えて家へ帰した我が家に帰り着くと祇王はまたさめざめと涙を流しながら「こんな生き恥をさらしているより死んだ方がよっぽどいい」と母の膝にすりよがって 書きくどくど妹の義女も姉が死ぬならと暗に自殺をほのめかす年老いた母一人がおろおろしながら二人の丹虚を戒めてもう一度考え直させようとするそれにつけても清盛の仕打ちの口惜しさがまた思い返されてきて親子はまた涙に埋もれるのであった。 お母さんのおっしゃるのももっともです。それなら都にいさえしなければこんな嫌な目にも会わずに済むんですもの。と義王は二十一という花の盛りに潔く別れを告げると髪を切って嵯峨野の奥に小さないよりを作って引っこもってしまった。姉の出家に刺激され 義女も十九で髪を下ろし、念仏三昧に日を送るようになった。二人の娘に尼になられた母も、やがて後を追い、ひっそりした二層庵の生活に入ったのである。やがて春も過ぎ、夏も去り、初秋の風が吹き始める頃、ようやく静かな暮らしにもなれた三人のところに、 意外にも人の訪れる様子がした。竹の網戸をひそやかにたたく音がした。こんな山深く人の訪れることもない草案暮らしである。さては魔性の者のでも来たのかと恐る恐る戸を開けてみると。なんと仏御前が旅装束のまま戸口にうなだれて立っていた。 まあ仏様ではございませんかいったい今ごろどうなすったのです義王の驚く声に仏もおろおろと涙を流した初めっからのことを申し上げるのも気が引けますけどとにかく聞いてください西八条のお屋敷には私の方からのこのこ出かけていって あなたのご尽力で清盛様にもお目にかかることができたのに、清盛様から意外にも召し抱えられ、帰ってあなたを不幸な目に遭わせてしまいました。本当に私は申し訳なくて、つい先だってもお屋敷へ来てくださった時だって胸がいっぱいだったんです。今でこそ豊かな生活をさせてもらって、 結構ずくめで暮らしていたって。ああいう気まぐれな人のことですもの。いつ何時あなたとおなじみの上になるかわかりしません。あなたの書き残してくだすった歌を見ては、そのことばかり考えていましたわ。一時皆さんの行方がわからず、どうなさったのかと思っていましたけど、近頃、 ここにこうやって暮らしていらっしゃる話を聞きとうとう決心してやってきたわけなんです仏の真実味あふれる告白を聞いて今までの憎しみも忘れ3人はじっと聞き入ったいくらおいとまをお願いしても清盛様は駄目だとおっしゃるしでも考えれば考えるほど。 現世の楽しみなんて限りのあるものですものね。ひとときの楽しさによっても、後あ々とあと地獄に行くなんて考えるだけでも恐ろしいことですもの。そう思うと、矢も盾もたまらず、今朝思い立ってこんな格好で来たんです。と、かぶっていた担ぎを脱いでみると、闇にもほのじろい坊主頭である。 こうまで決心してきたんですもの今までのことはどうぞ水に流してくださいませもし許してくださらないとおっしゃるんなら仕方がありませんあてどなくどこかをさすらい歩いて一生念仏して暮らすだけのことですものそれまで黙って聞いていた義王は思わず息をのんだ あなたの気持ちも知らないで、実は私、少しあなたのことを恨んでいたんですのよ。仏の道に帰したくせに人を恨むなんてと思いながら、やっぱり若くてお美しいあなたの面影が心を悩ましていたんです。でもね、そうまでして訪ねていらしたあなたを、仏さん、 どうして恨む気持ちが起こりましょうか。あなたが天になられた心境に比べれば、私たちの湿気の動機なんてお恥ずかしいくらいですわ。17歳というお年で、よくそのご決心のつきましたこと。あなたのような方こそ、私たちのちっぽけな気持ちを導いてくださる方ですわ。こちらからこそ、お願いしたいくらいです。 今は温衆を超えた晴れやかな表情で義王は仏の手を取って中へ導き入れた以来四人の尼たちは朝晩高下を手向け念仏三昧に日を送りながら安らかな往生を遂げたと言われている二代の木先 とかく戦乱が打ち続き世の中が騒然としてくると倫理とか道徳といったものが無視されがちである。平家一門の栄養映画の陰には敗戦の不運になく源氏の将兵がありまた天皇と上皇は互いに牽制し合いながら政権を狙うという不穏な空気が時代を支配していた。ところで、 大抵のことには驚かなくなっていた。人々がこればかりはと眉をひそめた話がある。ここの絵の院の妃太閤太閤宮と呼ばれる女性が話題の人である。右大臣金与の娘で天下第一と言われるほどの美貌の持ち主であった。先帝の死去の後は、この江河の御所に静かな明け暮れを営んでいた。 これに目を留められたのが二条天皇で、もともと女好きの帝であったが、こともあろうに先帝の未亡人に思いを寄せ始めたのである。もちろん未亡人とはいえ、まだ二十二、三歳、花の盛りを過ぎたとは言っても、このまま一生五家暮らしで終わらせるには惜しいほどの器量であった。天皇はこの絵瓦に使いをやって、 思いの丈を打ち明けたけれど大宮の方では点で相手にもされなかったところがそうなると終身が一層募るものらしいとうとう戦時を下して直接右大臣家に働きかけたのであるこうことが公になっては苦行たちも黙っていられない早速会議が開かれて討論が始まったが ことがことだけに、無論、もろ手を挙げて賛成する者はいない。党の側転武幸という洗礼はあっても、これは他の国の話で、日本ではこういう例は今までに一度もないのである。上皇はじめ一同大反対だったが、しかしそうなると、ますます愛連の情が募ってきたらしい。自分ほどの身分で、 心に任せぬことがあるものかと天皇は勝手に受代の日取りまで決めてしまったのであるここまで来てはもうどうにも仕方がなかった大宮としてはあまり気乗りのしない結婚であるそれもひどく浅ましいことのような気がして終日涙に打ち沈んでいたまったくあの時先帝と一緒に死んでしまえば こんなつらい目にも合いませんでしたのにと嘆き悲しむのであるその娘の心を哀れと思いながらも父親は父親でまた別の望みに心をときめかしていた何にしても直命が降りた以上仕方がないよまあ仰せに従うのが幸せなことだと私は思うねひょっとして もしお前に男の子でもできてごらん。お前は国母。私は外祖父ってことにならないとも限らないんだから。父親の本心を知るにつれても、大宮の心は一層深い幽愁に閉ざされていった。浮き不審に沈みもやらて変わったけの世に試しなきなおや長さん。 という哀れな心境を世間の人々もいつか聞き知ってそっと同情の心を寄せていた「受代の日が来たが大宮はなかなか家を出ようとしないのを父の右大臣が無理に車に乗せたほどである」「代理の様子は先帝のいた当時と少しも変わっていないのがまた大宮の涙を誘った。 当時の楽しかった結婚生活がありありと思い出されてきて、返す返すも我が身の不幸が忍ばれてくるのであった。受代の後は大宮は霊景殿に住み、遊び好きで政治の嫌いな天皇に何かと政務を見ることを勧めていたという。変則な時代の犠牲者とも言える女性の一人である。 学打ち論永満元年の春頃から病みつきがちだった天皇の容体が急変し6月には大蔵の大夫息の金森の娘に産ませた第一王子に位を譲られた間もなく7月23歳という若さで世を去った時に新天皇は2歳という幼子であった 天皇の葬儀の夜、ちょっとした争い事が起こった。もともと天皇崩御の儀式として、奈良、京都の僧侶がお供をして、墓所の周りに額を打つ習慣があった。それも順序が決まっていて、第一が奈良・東大寺、次が興福寺、延暦寺という順で代々守られてきたのである。ところが、 この日何を思ったか、延暦寺の坊主が、東大寺の次に、延暦寺の学を打ちつけたのである。すると収まらないのは幸福寺である。あれこれと文句を言っているところへ、幸福寺では荒くれ者で聞こえる坊主が二人、鎧になぎなた、太刀を買い込んで、あっという間もなく、延暦寺の学を叩き割って、嬉しいや水、 鳴るは滝の水日は照るとも絶えず」と陽気に歌いながらなんとの坊主の中に引き上げていった清水炎上二条亭の葬儀の際の興福寺と延暦寺の争いはこのまま収まるとは誰も思わなかったが案の定それから二日おいて 29日比叡山の僧兵が退去して山を下るという噂が広がったこの時誰が言い出したのか何でも後白河院が平家追悼を円山の坊主に申し付けられたって話だぞといった類の噂がまことしやかに人の口から口へと語り継がれていった慌てた平家方は 御所の周りをがんじがらめに警戒し一門は六原に集って前後策を協議することになった慌てたのは後白河院も同じである日頃から平家の戦王を快く思っていないだけにアリバイが危ういとばかり早速車を飛ばしてこれもまた六原へ駆けつけた何が何だかわからないから 清盛も不安で仕方がない日頃から沈着冷静をもって聞こえる重盛だけが「そんなバカなことがあるもんか」と言って皆をなだめて回っているが目に見えない不安に脅かされた人たちは重盛の言葉にも耳を貸そうとしなかった六原が天出に右往左往している間に永山の僧兵は 六原には見向きもせず清水寺へ押し寄せて瞬く間に焼き払ってしまったとにかくあっという間の出来事でどうもこれが例の額打ちの仕返しとも思われるやり方であった坊主たちが山に引き上げてようやく今日の町にも生殖がよみがえってきたので後白河院も六原を後にされた 平家側からお供は重盛ただ一人突きしたがった。どうも今度の後白河院の行動は苦に落ちんところがあるな。任を果たして帰ってきた重盛に清盛が口火を切った。前から臭い臭いと思っていたんだが、とにかくあの人はあまり我々のことをよくは思っていないんだから。 お前なんかうまく丸め込まれて利用されてるんじゃないのかまったく父上は何でもズケズケ言うんですな。そういうことは私だから良いようなものの他人の前では言わない方がいいですよ。とにかく余計なことを考える前にもう少し行いを慎んで人にも親切にしてやるんですな。 日頃あまりに傍若無人な父の行為に腹立ちを感じていた重盛は、づけづけと言いにくいことまで言ってのけた。まったくあいつはクソ度胸のいい男だ。清盛はつくづくそう思った。一方、後白河院の方でも、一等の面々が集って、この度の妙な噂の出どころについて話が持ち上がっていた。 どうも話がおかしいよ。平家追放なんて夢にも考えたこともないのにな。院としては極力身の潔白を証明したいところである。けげんなお顔でそう言うとそばに控えていた最高奉仕という男が何食わぬ顔で「これも皆天の配慮ですよ。とにかく平家のやつらは目に余りますからね。 深刻な表情をしていったので聞いている一座の者も,もちょっと気味が悪くそれこそこれがカブロに聞かれでもしたらとみんな背筋に泡の立つ思いをしていた東宮立ちその年は喪中のため即位の行事も取りやめになったが暮れの十四日 東の御方謙春門院の腹になる後白河院の王子に親王の煎じがあり明けて年号が変わって任案となったこの年の10月この王子が東宮になられたがなんと東宮は叔父で6歳天皇がおいで3歳という全く政権争いの格好な道具でしかなかったのだ。 仁安三年には、この天皇が位を叔父の東宮に譲り、親印になった。親印は五つ、天皇は八つ。西も東もわからない痛い,いけな幼児たちは、この大敗した陰性の最も大きな犠牲者だったのである。というのも、新しく即位した高倉天皇の母は、平家の一族、清盛の義妹にあたり、 大名言時忠は義兄である今や天下の政は八歳の子供の手を離れてことごとく兵士の一門の思いのままになったわけで漢の任免をはじめとして清盛は何かと時忠を重宝がったので彼のことを世間では「平官白」などと言ったりしていた殿下の乗り合い 花王元年七月十六日、後白河院が出家された。と言っても、今まで通り政務は続けられていたから、別に変わりはなかった。ますますわがまま一方になる平家のやり口については、心の内で何かとご不満を感じていられた様子だったが、それを公にされたわけでもなく、平家の方でも当たらず触らずといった態度で、表面は、 何事もない平和な日が過ぎていったが事件は思いがけないところから口火を発することになった重盛の次男で新三味の中将助森はまだ十三のわんぱく坊主だが年は若くても良い星のもとに生まれたおかげで身分は高くしたい放題のことをしても誰もとがめる者がいないから 図に乗っってて遊び回っていた花王2年10月16日珍しく雪が降った大した雪でもなかったが退屈していた佐盛は雪にかこつけて枯れ絵鷹狩りに出かけていった年頃も同じ程度のいずれ劣らぬわんぱくどもを従え今日に帰ってきたのはすでに日暮れ方である。 家に向かう途中、摂政藤原元房が三大途中の行列とぱったり出くわしてしまった。何分薄闇の中で、あまり柄の良くない若造の一帯が天下の摂政の行列にぶつかってきたのだから、元房の家来たちは、馬を降りろ、馬を降りろ、摂政殿下のお通りだぞと口々に怒鳴りつけた。助盛りの方は。 これで一人でも世間並みの常識を持ち合わせている年配者でもいればよかったのだが、とにかく決起に流行る若者ばかりで、馬を降りるどころか群れになって駆け抜けようとした。この傍若無人さにカッとなった元房の家来たちは、佐森一同を馬から引きずり下ろすと、こっぴどい目に合わせてやった。暗いさなかで顔ははっきりわからなかったとはいえ、 薄々平家の金立ちであることぐらいは感づいていたもののそこは何食わぬ顔で日頃の鬱憤を叩きつけたのである泥だらけになって半べそをかいて帰ってきた助守から訳を聞いたこれも万年わんぱく坊主の清守はカンカンになった何が殿下だ実力もないくせして大きな面ばかり下げて それも、こんな子供相手にそういう真似をするとは実にけしからん。とにかく、平家一族をばかりするのもはだしい。よし、今になんとか仕返しをしてやるぞ。と、大変な興奮の仕方である。しかし、父上、これはこちらにも落ち度があるのではありませぬか。重森が早速、なだめ始めた。これが、 頼政とか光本とかいう源氏の一家にやられたということになれば我々一族の面目にも関わりますがとにかく相手は何といっても殿下ですむしろこれは殿下に行き合って馬を降りなかった助守の比例を責めるべきで全く家来どもも気の利かないチンピラばかりで重盛はその時の若侍たちを呼び出し今後 二度とああいううを働くようなら、すすぐさまクビにするぞ。」と、きつく脅かしたのであったところが重盛の還元などは馬の耳に念仏であるとにかく腹が立って仕方のない清盛はいずれも腕力に覚えのある子害のならず者ばかりを各地からこっそり呼び寄せていた。 二十一日は高倉邸の来年の元服が決まる大事な日で、もちろん主役である元房は散大することになっていた。清盛はその日に目をつけて、ひそかに仕返しを企んでいたのである。そうとも知らず元房は、普段よりも行列を厳しく飾り立て、しずしずと堀川のあたりまでやってきた時であった。 わあという時の声とともに、鎧に身を固め、物々しく武装した一体、二百余器に周りをどっと取り囲まれてしまった。元より多勢に無勢、不意のことでもあり、元房の家来たちは右に左に追っかけ回され、馬から引き落とされ、散々なぶり物にされた上に、元鳥を一人残らず切り取られてしまった。これが、 清盛が命じた密かな使命だったのである。その上、元房の乗っている車の中へ弓のはずを突き入れたり、すだれを引きちぎったり、嫌がらせをやってから、意気揚々と引き上げていった。元房は、涙ながらにようやく車を引かせて、とぼとぼと屋敷に引き返した。この知らせに、 清盛は喜ぶまいことか手を打って笑いが止まらなかったあいつが車の中でどんな顔をしていたかと思うとおかしくてならぬグランドのタイの元取りを切るときこれは元房の元取りのつもりだと言ったってそいつは愉快だとにかくこんな気持ちのよいことはまたとありゃせんざまあ見やがれ 天下の平家に立てつくとどうなるってことがこれでよく分かったはずじゃ重盛もこのうわさを聞いてびっくりした清盛に褒められて有頂天になっていた関係者を呼び寄せると即座に首にして追い出してしまったさらに息子の助森には争いのもとは皆お前の不行き届きだ少し田舎に行って 頭でも冷やしてこい、と言って伊勢の国へ追いやってしまったさすがに重盛だけのことはあると彼一人でやっと平家の不評を取り戻したししが思いがけぬ出来事があって天皇元服の決め事も伸び伸びになっていたが 二十五日に無事に行われた元房は太政大臣に承認したがなんとなく割り切れない昇給でもあった年も明けて花王三年正月無事に元服が済み清盛の娘の徳子後の建礼門院が十五歳で女御になった内大臣左大将藤原諸長が 佐大将を辞任したこの兼職の後釜を狙って猛烈な就職運動が始まったのである。すなわち、徳大寺の大納言実定火山院の中納言兼政、新大納言成親、古中門唐中納言家成の三男の三人がそれぞれ名乗りを挙げていたが、中でも家柄はよし。 才能もあり末は大臣大将と噂されていたのは徳大寺大納言でいわば本命であった。御白河院の後ろ盾があるもののどうも形勢不利とみてこの上は天の助けにすがるより他はないと思い立った成地は男山の岩清水八幡宮に百人の坊主を頼んで七日間大般若経を度胸させた。 その最中、八幡宮の一宮にある甲羅大明神の前の立花の木に山鳩が三羽飛んでくると、お互いに食い殺し合って死んでしまった。とにかく鳩は八幡大菩薩の第一の使者と信じられているので、皆薄気味悪がって、早速占いを立ててみると、天下騒乱の気配濃厚。 進化はよろしく謹慎すべしということである成親はこれで懲りたかと思ったが占いよりも現実の簡易によほど執着があるらしく今度は夜になると鴨の神社へ七日続けて参詣を始めた七日目の晩家で寝ていると夢を見た神社のご法殿の戸が開いて 爽やかな声がした。桜花、鴨の川風恨むなよ、散るおばへこそとどめざりけれ。という歌が聞こえてきた。これだけ止め立てされても、成親の野望は一層激しくなるばかりである。今度は御法殿後ろの大杉のほら穴に、 祈祷師を一人閉じ込めて対岸成就を百日祈らせたするとある日とどろくような雷が鳴り出したかと思うとたちまち大すぎに落ちかかりそのために社殿の方へ燃え移りそうになったため神官たちが駆けつけようやく事なきを得た怒ったのは神官たちで外の騒ぎもものかは いまだに祈祷を続けている祈祷師をら穴から引きずり出すと文句も言わせず追い出してしまったこれだけ手を尽くした猛運動にもかかわらず蓋を開けてみるとそれは成親の思惑をはるかに通り越したものであった左大将は大納言右大将の重盛がなり中納言宗盛は 一躍右大将になっていたとにかく当時の人事は全く平家の独断上であり摂政関白の意向はもちろん後白河院さえ無視されていた状態だったから結果としてはむしろ当然すぎるほどの任命だったただ誰もがその任官を疑いなく思っていた徳大寺大納言はさすがに 平家戦後の世界に愛想が尽きたのか大納言をやめて家に引きこもってしまった一方成親の不満は募るばかりであった石地が上の徳大寺大納言や火山院に先を越されることは彼としても仕方ないとは思っていたものの宗盛が右大将になるだけはどうにも我慢のならない事実であった 彼の気持ちの中に平家への憎悪が次第に厚みをなし幅を広げ形を整えてくるのはあるいは当然のことだったかもしれない。しかし世間はそうばかりも見ないものでむしろ今までの成近が平家から受けた恩義の数々を挙げ重盛とは平治の乱以来因縁浅からぬ関係にあることを言い立て 彼の現実的なえげつなさを責めるのであった。ところで、成地下と動機こそ違え、志を同じくする者はまだ幾人かあった。彼らがいつも好んで寄り集まりの場所にしたのは、獅子ヶ谷にある、これも同志の一人、春刊の山荘である。ここは東山の麓にあり、 後ろは三井寺に続いた容該堅固なところでこういった陰謀を企むにはまさにもってこいの場所だったのであるある晩後白河院がお忍びでここにおいでになり話がいつか平家に対する不満から次第に平家を葬る具体的な話になりそうになってきた後白河院のお供で席に連なっていた条件法院は 資料深い男であったから、まだこの種の話し合いはすべきではない。それに、高人数が多くては、どんなことで漏れるかわからない。とにかくことは慎重に測るべきだ。と、一座を眺め回していった。お互いがまだ腹の探り合いをしている最中だから、条件の言葉は最もなのだが、他の連中はなんとなく尺に触る。 成などは顔面蒼白になって立ち上がり条件に詰め寄ろうとしたひょに着物の袖が触れて前にあった兵士が倒れたどうしたんだなりちかごしらかわいんも座のしらけた様子に少し腹立たしそうになりちかに言ったいやあ兵士が倒れたのですめでたいことではありませんか。 とたんに院の顔色がさっと晴れやかになった「何か茶番でもやらぬか」。院のお声がかりで兵飯眼安よりがついと前へ出てきた「あまりに兵士が多すぎて酔いの回るのはやいこと。はてさてどうしたものじゃろうか。 瞬間がすぐ後を受けてった首を取るのが一番じゃ。最高奉仕はそう言うとたちまち兵士の頭を切り落としてしまった。これには一座が拍手喝采で後白河院もすこぶる機嫌がよかった。条件だけがあまりの他愛のなさに怒りもできず押し黙っているだけであった。 これまでのところ、名前のわかっている陰謀加担者は、大江の中将入道連城、俗名成政保さ、寺の修行、瞬間相図、山城守元金、四季部の大夫正綱、平判岸安頼、総判岸信房、新平判岸助行摂津の国、源氏、 ただのクランド雪綱といった連中で他に北面の武士が多かったこの中で瞬間というのは京国の現大納言ガシュンの孫であるがこのガシュンが気候の多い変人として知られていた武士でもないのに気性の激しい怒りっぽい男でむしゃくしゃしてくると自分の屋敷の前に人を通させないというような とにかく変わった男だったこの祖父の血は瞬間にも脈々と続いていたらしく僧侶といっても頭を丸めているだけの話で彼は荒々しい気性といい人を食った傲慢さといい祖父そっくりで陰謀好きの事件屋であったこのたくみに多く加わっていた北面の武士とは 白河院の時に初めて置かれたものだが、この時代になると相当羽振りを利かしたもので、中には五位以上に助せられ、昇殿を許された者も,もあり、苦行を苦行とも思わぬ連中が多かった。中には治癒に優れ、実力で地位を固めてゆく者も,も何人かあったが、古小納言入道神勢の家来で、諸光、成影らも、 ひと目立った才能のある武士でそれぞれ左衛門之丞上右衛門之丞になったが新勢が殺された時同時に出家して名を改めたこの諸光が最高であり成陰が最京である宇川の戦。安元三年三月五日 藤原諸長は太政大臣その後、重盛が襲って内大臣に任命された当然内大臣になるべき大納言貞房を超えての栄心であったところで話は二年ほど遡って安元元年加賀守に任ぜられた諸高という男があった彼は例の最高の息子である この男人を人とも思わぬ暴君で加賀の国一円に暴政の限りを尽くし悪評ふんふんたるものがあったところでこの弟の諸ねがまた兄貴に輪をかけたような乱暴者で加賀の大官に任ぜられた時宇川という山寺で僧侶がお湯を沸かして浴びていたのを見つけるとあっという間に入り込んできて そうを追い出し自分が浴びたあとで馬を洗わせるようなことをやった怒った坊主たちは不法侵入をなじって追い出そうとしたが諸常の方も意地になっているから弓矢にかけてもと頑張って動こうとしない坊主たちも今はこれまでとたちまち居合切り合いが始まったが諸常の馬が足を折り どうも戦況も不利なので諸常はひとまず総勢を納めて退却した世にいると今度は新たな火星を1004人引き連れ1つ残らず寺の内を焼き払って揚々と引き上げた寺を焼かれてこのままおめおめ引き下がる山寺の坊主ではないまして羽川は加賀の国にその由緒も古い 白山神社の末路なのだ七月九日の暮れ方白山三者八員からなる二千余りの僧兵は磁釈、閣明、砲大坊松竹学音といった禅時切手の老僧を先頭に諸常の館目指して押し寄せてきたのである明日の夜明けを待って総攻撃ということに決まった 面々はただじっと静まり返ったまま時の過ぎるのを待っている暗い闇の中に時折稲妻が走るその度に兜の星が嫁にもはっきりとキラリキラリと輝くだけで人のそよとも動く気配も感じられないのが一層不気味さを誘う館の高窓からこの様子をちらりと見た物常は 戦わぬ先に臆病風を起こし、こっそり夜逃げして京へ行ってしまった。明くる朝、待ちかねた一同が館まで来てみると、中はもぬけの殻である。人の子一人姿が見えない。歯ぎしりして悔しがった僧兵たちは、白山中宮の御こを振り立てると、山門に訴えようと、 比叡山に行進を開始した。昼夜健康の強行軍で、八月十二日、比叡山の東坂本にみこしが到着すると、何の前触れか、北の空から雷鳴がとどろき、いつか都の空にも広がり、雪が降り出して、みるみる山上から落ちうくまなく真っ白になってしまった。 白山のみこしを迎えていやが上にも士気の高まってきた比叡山三千の僧および白山七社の神官たちは日夜祈祷に専念すると同時に諸高の流罪諸常の金獄という二大要求を掲げて朝廷に早期採決を迫ったしかしその祭壇は一日延ばしに延びて一向に御沙汰の様子がなかった 心ある苦行らも、陰では成り行きを心配し、とにかく敵に回したらうるさい三門のことだし、昔から三門のことでは、幾多の重心がひどい目にあってるんだから、諸高ぐらいの人間なら、さっさと三門の要求を入れてしまえばいいのに、という意見もあるのだが、生じ大公にことを持ち出すと、どんな目に遭うかもしれず、我が身かわいさに、 みんな口をつぐんでいるのであったガンダテ藤原氏の戦王を抑え新印の始まりを開いたほどの豪気な帝であった故白河院が「鴨川の水、すごろくの斎、比叡の山奉仕これだけはいかな私でも手に負えない。 とと言っていいたという話がある三門の横暴ぶりは他にも伝わっている。突破院の時白山平泉寺を比叡山がしきりに欲しがったことがあった。あまり無理な願いであったからあわや却下と思われたが大江の政房が法王を諌めてお断りになってもようございますが。 もしも三門の総兵どもがみ越しを先頭に攻めてきたらいかがなさいますか面倒なことになるやもしれません。それならいっそ聞き入れてやった方が。と三門に歯向かう馬鹿らしさを説いたので法王も気が変わり全く三門が相手ではどうしようもないと言って許したのである。三門の威力については こんな話もあるそれは下法2年のことであるが美濃神源義綱という男が永山の僧であった円王を殺した事件があった早速永山側から比えの斜視延暦寺の次官ら34人が訴状を持って当時の関白藤原諸道のもとへ脅迫にやってきた。 関白は権の将より頼るという侍に命じて武力で追っ払えと命令を下した突然の武力の応酬に殺される者傷を負う者が続出三門の使いは方法の手で逃げ帰ったこれを聞いた三門の幹部たちが事の司祭を朝廷に直訴にやってくると聞いた関白は再び 武士ケビー氏に先手を打たせ都に入らぬ先に追い返してしまったいよいよ怒った三門の舟人たちは今はただ憎い関白を祈り殺せとばかり七者のみこしを根本中道に振り上げてその前で7日間大般若経を読み続けた最後の日になると忠院法院という僧が立ち 恐ろしい声で「我らの神よ何とぞ五二条の関白にかぶら屋を当ててください。何とぞお願い申します八王子権現の神よ」と言って願ったその晩不思議な夢を見た人があって八王子権現の社からかぶら屋の放たれる音がしたと見る間に。 今日の御所を指して飛んでいったというのであるところがもっと不思議なことには翌朝関白の家の格子を開けると今山から取れたばかりとしか思えない仕組みが一枝置かれていた従来不吉な木である仕組みが関白の家の前にあったことはたちまち京都中の評判になったがその噂も広まらぬ先に 関白は重い病にかかり、明日をも知れぬ身となってしまった。今さら三皇のたたりの恐ろしさを目の当たりに見て、関白の母である摂政藤原諸真の妻は、もう居ても立ってもいられない気持ちである。ある日こっそり身をやつして冷えの社にこもって、7日7番祈り続けた。 がんがかなえられた暁には、芝がくを百回、百番の一つもの、れいの行列で一うのぞくをしたもの、くらべま、やぶさめ、もうをそれぞれ百、う王公を百座うけ、し師公を百座、親指と中指の長さのい、師百体、ん身大のもたの百体、並びに釈迦、阿弥陀の像を それぞれぞ増流寄進するという条件であったその上心中にはなお密かに眼立てたことがあったがそれは内深く秘めて表には出さないでいた満願の夜八王子の社の参詣人の一人で欧州の方から上京してきた少年が突然気を失って倒れた 人々がいろいろ手を尽くして解放すると、まもなく息を吹き返したが、今度はよろよろっと起き上がると、人々の呆然とした顔を尻目に、舞いを舞い始めた。舞うこと半時間ばかりすると、三王の神が乗り移ったのか、少年は不思議なごたくを述べるのであった。皆様方よ、確かにお聞きください。 関白殿の母上様は、今日で7日、この社におこもりになった。それは知っての通り、関白の命乞いに来たので、この際母上には三つばかり頑立てをされたのです。それは、一つは、この社の下段にこもっている片はに混じって、一千日の間、三能に仕えようというお心なのです。殿下の母であり、 摂政の妻ともある後期の人がこういう思い切った気持ちになるほど母の愛は強いものなのでしょう。それにしてもまたなんと哀れなことでございましょう。二つ目には大宮橋のたもから八王子のお社まで回廊を作って寄進すると申されているのです。三千人の大衆が参詣の時。 雨降りや日照りに悩まされることもなくなってどんなに助かることでしょう。三つ目には殿下のお命が流られらた時にはホッケ教の講読を毎日一日の休みなく行わせましょうというのです。この三つどれもなかなか大抵なことではありませんが先の二つはともかくホッケ講だけはぜひやってもらいたいものです。 とはいえ、今度の訴訟は、お取り上げくださればわけないことだったのを、なかなかお許しにならなくて、そのため、新官や宮須への者が殺され、傷を負って、泣く泣く三王に訴え出た様子を見ると、どうにも気の毒で忘れられないのです。その上、彼らが受けた傷は、実は和光衰弱、神仏が姿を変えて、 この世に現れ出ることのお肌にあたったのでそのしるしにこれごらんください。肩を脱いだところを見ると左の脇の下に大きなかわらけほどの傷口があるのだった。巫女は言葉をついでというわけで母上の癌はもっともなことですがもしほっけこをきっとやってくれるというならば3年だけは。 命を助けてあげましょう。しかしそれ以上のことは私としても力及ばぬことですそこまで言うと三王のご託殿は終わった関白の母はもちろん心中ひそかにがんだてたことで人に漏らした覚えもなかったから疑うことなくご託殿を受け入れた たとえ一日でも命を延ばしてくださったらありがたいことでございますのに3年とはなんとうれしいありがたい話でございます」と感激の涙を流して都へ帰っていった早速関白寮であった紀伊の国田中の将を八王子に寄付された「今日まで 京が八王子の社で絶えないのはそのためだとも言われている関白諸道はまもなく病気が回復したが三年という限られた月日は瞬く間に過ぎ永長二年六月二十七日髪の生え際にできた出来物のために三十八歳という若さで惜しまれつつこの世を去った。 三門に歯向かうことの恐ろしさをまざまざと見せつけられた事件であった神輿ぶり加賀守諸高木代諸常の断罪をたびたび叫び続けていたにもかかわらず一向に沙汰のないのにしびれを切らした三門の僧兵たちは再び 実力で事を処理する決心を固めた折から行われる予定の比への祭礼を取りやめると安元三年四月神輿を陣頭に京へ繰り出してきた鴨の河原から北条寺の一角に兵を繰り出し御所を東北から囲む体形で迫ってきた京の町,町辻々辻じには坊主神官 その他各寺神社に仕える者たちが端くれに至るまで都王子をぎっしり埋めていたみこしは折からの朝日を受けて輝くばかりのきらびやかさで人目を奪うばかりであることに驚いた朝廷側からは早速源平両家の大将軍に出陣の命令を送った平気型からは 佐大将、重森が三千余期で、陽明大剣、遊法の三門を固め、宗盛、友森以下の諸将は、西南の守備についた。一方、北門は、大々守護の職にあった、現残儀頼政が、わずか三百余期の手兵を持って守っていたが、何分広さは広し、人数は少ないので、 自然まばらな配置になるのも無理のないことであった。この北門守備の手薄に目をつけた総兵はここからみこしを入れようと構成を開始した。ところが頼政は知力勇気ともに備わった一筋縄ではいかぬ男であったからこの形勢を見るとにわかに馬から降り兜を脱ぎ手を洗い清めると。 うやうやしい態度で、みこしに拝礼した。総大将のする様子を見て、三百騎の家来どもも、それぞれ礼を尽くしてみこしを拝んだ。宗平は、予想もしなかったこの光景に、しばし呆然と立ちすくんでいると、頼政の軍からひときわ華やかに鎧をつけた男が進み出てきて、みこしの前にひざまずくと、主人からの口上を、 力強い声で述べ立てた「しばらく三門の方々お聞き下されい」主人よりまさが皆様方に申し上げたいことを言いつかって参ったものでございますこの度の三門の方々のお訴えは誠に理由のある最もなことなのを今の今までお取り上げにならないお上の態度には私自身もそして世間もとももに 残念に思っていたのですが不幸にもこういう事態になりみこしをお通ししたいのは山々でございますが何分頼政の兵は少なくこの頼政が開けて通したとあっては後々三門のあなた方がどんな風に言われるかも分かりませんまた私といたしましてもやすやすと門を開けることは直命にも背くことでありと言って 年信仰しております三王様に弓矢を引いたとあってはどのような罰を被りますことやら弓矢の道も捨てねばならぬ次第ともなりいずれにしてもこの苦しい胸の内をどういたそうかと迷っているのですただ東の陣は小松殿が多勢の軍勢で固めておられますのでそちらからお入りくだされば全てが救われるのではないかと思うのですが 死者の言葉に総兵一同しばらくためらっていた。若い者の中には、何も遠慮することはない、さっさと入ってしまおう、うという者も,も多かったが、中に雄弁家として知られた老僧豪雲が、頼政殿の言うところ、誠に最もである。我々としても、神輿しを人痘に訴えにやってきたのだから。 和製の中を打ち破って通ってこそ、初めて後々まで評判が残ろうというものだ。頼政殿は、清和源氏の着流で、武芸はもとより文武両道に優れた絵がたいお人。かつてこの遠院の頃、お歌会で、三山の花という側代に、宮山木のその小とも見えざりし、桜は、 花にあらわれにっけり」と即座にお答え申し上げたほどの風流のたしなみもひとかたならぬお人じゃこれほどの人物にいかに時が時だと言っても味を与えてみこしを通すことができようかさあ皆の者もう一度みこしを担いでほかに回ることにいたそう豪運の名調子には 数千人の僧兵のうち誰一人異議を挟む者も,もなかったみこしを担いで今度は重盛の固める大賢門に向かって行軍を始めたのである大賢門からみこしを乗り入れようとするとここでは待ってましたとばかり平家の兵たちが一斉に弓をいたのでみこしにも何本か矢が当たり僧兵たちは居殺される者 傷を負う者が続出したさながら阿鼻教官の巷またでこの圧倒的に優勢な兵力の前には指物宗兵もみこしを振り捨てると一目散に比叡の山へ帰っていった大炎上宗兵の引き上げた後取り残されたみこしについて ににわかか苦行会議が開かれたとにかくいささか不気味なお土産だけに幾多の論議が繰り返されたが結局放縁4年神予受落の前例に倣って祇園の神社に放置することに話が決まり夕刻を選んで祇園別当長剣の手で祇園の社に入ったみこしに突き刺さった矢は神官が抜いた。 昔から三門の僧兵を先頭に都に押しかけたことは何度かあったが今度のようにみこしに矢が当たったのは初めてのことであったそれだけに一般の庶民はもちろん天井人の中にも三能のたたりを恐れて戦々恐々とする者が多かったその日が明けて14日の夜今度はまたまた 三門の総兵が退去して都に攻め寄せるという風説が広まったこれに恐れをなした朝廷方はまず主将が神輿に乗って法十寺殿院のお住居へ続いて中宮は義車に乗って後を追いそれぞれ身分の高い宮宮宮公天上人もあちこちに避難することになった重盛は 直しに弓矢を追いこれ森は側帯にこれも弓矢をつけ物々しいいでたちで突き従ったこの急の御所の移転騒ぎには京都の町中の者も驚きあわて家財道具を持って逃げ出す者まで出てくる始末であった一方英山では早速今度の停滞打撃について報復するための会議が開かれた これほどの恥を被った上は、もう遠慮もへちまもない。永山の大宮以下、書道すべてを焼き払って、全山永山を立ちのこうという強行論が勝ちを占め、評議一決したとき、法皇の使者に立てられた当時左衛門の神の平の時ただが、風雲渦巻く永山に数人の友を連れただけで乗り込んできた。 時忠来たるの方に興奮した僧の中には冠なんか打ち落として踏んじばって湖に沈めてしまえなどというものも現れ今にも時忠に飛びかからんとする気配であった時忠はしかし少しも騒がず落ち着いた物腰で言い放った「方々しばらくお静まりをひと言申し上げたいことがあります」と 海中から懐紙と硯を取り出し、さらさらと何事か書き終えると、三門の僧兵たちに渡した。取り上げてそれを見ると、祈祖らが乱暴狼藉を働くのは、これすべて魔性の仕業であり、主情がこれに対して乙女立てなさるのは、あくまで不動明王の加護によって、仏の道に導き参らせたいという。 ありがたいご趣旨から出たことである」と書かれていた坊主たちはこの道理の正しさには返す言葉もなく「もっともなことじゃ」と口々に言いながら散っていってしまったとにかく「いかれる僧兵三千」を相手にたった一枚の紙でこれを抑えてしまった時忠たの偉さは一躍評判になった。 と同時に、普段はうるさいことを言いたて、乱暴を働く坊主も、道理はわきまえていたのだと、これもまた評判がよかった。20日には、諸高、諸常の裁判が、火山院中納言の手で開かれ、諸孝は尾張に流罪、諸常は金獄に処せられ、さらに、みこしに矢を置いた重盛の家来六人も、 極につながれたこれで総兵の要求通り事件は落着したかに見えたが実にその後に最も恐るべき事件が発生したのである4月28日の夜樋口富野工事から火が出た折からの盗難の風にあおられて大車輪のような炎が 三丁五丁は難なく飛び越えて、西北の方角へ、はすかいにはすかいに飛んでいく。その恐ろしさは、とても恐ろしいなどと言えるものではなかった。神社、仏閣、貴族の邸宅をみるみるうちになめ尽くし、京の町々を這いずり回った日は、その勢いで御所に向かい、朱雀門にまず飛び火し、瞬く間に 全代理中を焼き尽くしてしてまった家々に10代伝わる家宝の類いはもちろん日記も書類も持ち出す暇はなく全て怪人に帰したこの大火事は人々の胸にあの見越しの一件を新たに思い出させるのに十分だったある人などは手に手に松明を持った大猿二三千匹が 山から降りて焼き討ちしたのだとまことしやかな噂をする人もいたくらいである「現代語訳平家物語第1巻終わり」。